こんばんは。今回は唇メイキングをしていきます。まず最初に線画とラフを描きます。次に下塗りをします。後からどんどん唇の色が濃くなっていくので、この時点では彩度低めのベージュ系で塗っていきます。素の唇感を出したい方は、これよりももう気持ち赤から紫っぽくするといい感じになると思います。それではこのままさらにこんな感じの立体感を意識しながら簡単な影を置いていきます。この時点で少しだけ唇の影も描いておきます。とここで絵として物足りなくなったので肌の影も追加しました。それでは次はレイヤーを統合して厚塗りをしていきます。その前に唇メインの絵にしてはメインのモチーフが画面に対して小さいことに気がついたので拡大をしました。では拡大もできたので唇よりも先に肌から整えていきます。この時唇の下の影は、周囲を鮮やかにして中央のサイドを低くします。極端に言うとこんな感じです。これをもう少しナチュラルにやるとこの絵みたいになります。ではさっくりと肌が整ったので唇を塗っていきましょう。まず歯に影を落としていきます。上唇の影を塗りつつ唇の端に行くにつれて影を濃くしていきます。端の影は口内に近いので気持ち赤っぽくしています。では歯の中が濡れたので端を線画を描くように整えていきます。唇の端と歯の端、どちらも端で難しいですね。今回は、唇の端の方を整えていきます。では次に、唇と肌の境界をオレンジっぽい色でなじませていきます。実際の唇はこうはなっていないのですが、こうやってぼかすと少しドールのメイクっぽくなって可愛いです。逆に、しっかり人間っぽくしたい場合は、ぼかさずに境界を作ってあげるとそれっぽくなります。ではこのまま唇の端です。唇の端は鮮やかめな影を置いた後、細い暗い線で締めれば、簡単にキュッてなった口角が出来上がります。と、ここで唇の塗り込みを増やしたら、周りの肌の塗り込みが浮いてしまったので、もう少し肌を塗り込んでいきます。はい、塗り込めました。では唇の立体感をもう少し強調していきます。シワを強調しながら唇の中央が明るくなるように影を入れていきます。では立体感がつけ終わったので次に上山で色をのせていきます。赤を唇に置いてレイヤー不透明度を下げて色味を調整。さらに緑を唇に置いてこちらも、レイヤー不透明度を下げて色味を調整してくすませて唇感をアップさせます。ここまで塗り込んだら見えている歯の端がまだ明るい気がしたので影を追加しました。さらにこことここに唇の下部にあたる反射光も追加しました。そしてバランスを見ていると唇と歯の境界線がもう少し鮮やかな赤でもいい気がしたので、馴染ませるように赤を置きました。ここからハイライトの追加です。ガラッと唇が綺麗になる一番楽しい時間ですね。ナチュラルな唇の場合、シワに沿うように縦に薄めのハイライトを入れて、上唇の頂点にも上部、下部どちらもですね、ハイライトを入れます。次にリップクリームなどを塗った唇の場合、こちらの場合唇のシワが目立たないように横向きにハイライトを入れていきます。その後さらに明るい色に強めのブラシで細くハイライトを追加します。最後に反射光をたくさん入れてあげるとツヤツヤリップの完成です。ハイライトの違いだけでこれだけメイク感に違いが出ます。楽しいですね。では最後に色味の調整や加工などを加えたら唇の完成です。
その時の絵の顔の塗り込み具合などによって、もっと簡略化したり、もっと塗り込んだりなどはしますが、だいたいキリガヤの唇はこんな感じでできています。それでは、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。